ケジラミセリアスプビスは、人に寄生するシラミの一種。ほぼインブにのみ生息する。形は、左右に幅広く、カニにも似ている。シラミ類は寄生する動物の主や、寄生部位によって種が異なる例がよくある。人に寄生するシラミは三つあり、頭ジラミと、衣ジラミで、これは、頭髪と衣類を生息場所とする。これらは、人ジラミという種内の亜種とされてきた。 もう一種が本種で陰部を生息域とする。前期二種とは、戸がまでにし、外形も、はるかに横幅が広く、左右に張った、ふ足に爪が、よく発達しており、カニに似て見える。英名もクラブラウスというが、他にプビックラウスも使われる。寄生部位は、陰毛の生えている部分に、ほぼ限定され、発達した爪で陰毛をしっかり掴んで、あまり移動はしない。 他者への感染は、主に性行為だが、ホテルの寝具や、バスタオル、温泉、プールなどから感染する。吸血性であり、噛まれると大変にかゆい。ただし病原体を運ぶといった、これ以上の害を及ぼすことは、現在までのところは知られていない。体長は1.5から2ミリメートルまで、全体に淡褐色で、半透明。これは、人じらみより一回り小さい。 体型としては、胸部で幅広く、またふわしを左右に張り出しているので横幅が広くなっている。頭部は小さくて先端は丸くなっており、成中では、触角は5節、その基部後方に1体の目がある。胸部は、前、中、後の3節が融合しており、中央部で最も幅広い。3体のふわしの内中、後ろ足が太く大きく発達する。 三脚とも先端の布節の先端が尖って腹部側に大きく曲がり釜状になっている。特に中、後ろ足ではこれと向かい合う位置で形節の基部に突起を生じ、この間に毛を挟み込むことで強力に把握することができるようになっている。腹部前方の第一節から第四節までは互いに融合し、この部分は胸部とも融合している。後半部のから節では、 円から円錐形の突起が出て、その上に数本の毛がある。卵は長大円型で陰毛に、透明な工状物質で貼り付けられるが、先端部に蓋があり、ここに気候突起が10から16個ある。この部分は、人じらみのそれより大きくて突出している。幼虫から成虫まで、すべて陰部で生活する。中、後ろ足の爪で強固に陰毛をつかみ、あまり移動せず、 好奇を皮膚につけて吸血する。運動は看板で、移動はごくゆっくりと行われる。卵も陰毛の、特に付け根付近にくっつけて散乱される。他者への感染は、性行為や、寝具、衣類などの衣類や、プール、温泉などで起こる。感染部位については、陰毛以外にすね毛、胸毛、眉毛、まつ毛、時に頭髪から発見された例も知られている。なお、 女性では頭髪などに発生することが比較的多い。これについて、毛ラミが陰毛をすみかとするのがアポクリンセンがあるからとの説があったが、これを否定するものである。また、女性の髪に発生が見られるのが比較的最近に多いとのことから、性行為の方法が変化したためではないかとの観測がある。成虫は体温付近では9から14時間の絶食に耐え、 摂氏15度では24から44時間ほど耐えられる。移動能力としては1日で最大1 0トルという記録があり、また絶食に関しても人じらみよりかなり弱く、人から離れるとより早く合死する。卵の期間は約7日、1例幼虫は5日、2例が4日、3例が5日、その後成虫になる。滅成虫は1日に数個を産卵し、 生涯では40個ほどを散乱する。成虫の寿命は20日ほどで、世代期間は人じラムより短い。世界中から知られる。蒸気のように人には他に二種のシラミがあるが、本種は外見的にはっきりと異なり、卵でも区別は簡単である。吸血されると強いかゆみを生じる。特にあまり移動せずに同じ場所から繰り返し吸血するため、 そのかゆみが強烈に感じられる。かゆみのために書いて、傷をつけ、そこから二次感染症を起こす例はあるが、病原体を運ぶ、いわゆるベクターとして働くことは知られていない。ただし、同時に臨病など、他の性感染症に感染している、可能性が多いとの声もある。医学的には、毛ジラミの寄生とそれによる症状を指して、毛ジラミ症と呼び、性感染症の一つと認める。 ただし、これが、性感染症であるとの認識は普及しておらず、その分野の教科書等でも取り上げられることは少ない。これはその症例が主要な性感染症に比べて少なく、また、その用語が悪くないことが原因であろうとの声がある。詳しくは該当の記事を参照のこと。本種の被害については、正確な調査は行われていない。ただし、 数は少ないものの現在でも発生が知られ、わずかながら増加しているとも言う。規制箇所が陰部であるため、その被害が明らかにされることが少ない。ただ、1971年頃より増加に転じ、1978年からは増加が早くなったとの報告がある。成人男女間で発生し、家庭内感染もあるとのこと。具体的な数として、 オーストラリアでは、性感染症の1から2%を占めるという。また、例えば、東京女子医科大学の皮膚科において、1983年の報告では、過去10年間の初診患者5万人、そのうち性感染症患者は400人で、このうちケジラミ症は7件あったという。フェノトリン0.24%粉剤、シャンプー剤を患部に数回使うことで駆除する。また、 日本家屋外中学会編ではまず、家庭内及び交際範囲のどこで発生しているかを調べるべきとしている。北森尾は、その著作、ドクトルマンボウ昆虫期に、変畜臨な虫という章を設け、その真打ちとして本種について触れている。この虫を、世の古き人には周知のことだが、世のいとけなき人は行転してしまう虫と知るし、文語帳で若い頃に、 これに感染したこと、その姿が、微細なるかに二に,にし、すさまじげなる気配表皮と述べ、感染が主として、いかがは式間じ張りによると文献にあることに触れて、世に例外なき法則はないと述べている。ありがとうございます。